はい、こんにちは。こんにちは。自分で言ってしまいました。優しいっていう字に果実の果って書いて、ゆかって読みます。よくゆうかと間違えられるんですが、ゆかって読みます。覚えてもらえるとすごく嬉しいです。今日は博多 VS 名古屋ライブということで、でも、はい、そうですね。呼んでいただけてとても嬉しいです。頑張りますのでよろしくお願いします。 ありがとうございます。すいません。では早速1曲目、毎日つまんないなって思った時に作った歌を歌います。つまりはそういうこと。つまんないな、つまんないな、明日もつまんないな、でも笑わなくちゃ、つまんないな、だって嫌われちゃうよ、つまんないな、毎日がつまんないんだ、きっと明日も。してないし、おそらく僕だってそうだし、つまんないな、毎日がつまんないんだ、きっと明日もつまんないな、でも笑わなくちゃ、つまんないな、だって嫌われちゃうよ。ありがとうございます。つまりはそういうことという歌でした。